どうも高井です。読書の冊数読み込むほどに話せば蓄積、なぜ話した方が効率よく学べるのかについて考えているんですけど、音読にしてもただ棒読みで一人で読むよりかは、アナウンサーのように滑らかな流れるような声で読んでいった方が、こういう動画でアウトプットしている場合は視聴時間が長くなるんですよ。それは視聴者のことを考えているからっていうことなんですけど、まあ、ただ音読よりかはその本の内容を何回も読んで蓄積した上で直感的に分かるように話すっていう方が確かに視聴時間長いです。ただ全部が全部それできるわけじゃないです。できる本とできない本であって、ただこうやって動画を撮って視聴者のことを考えて話すっていう、それは生徒でも生徒に向かってそういうふうに話す場合も同じだし、だから人に向かって話をするっていうことがどういうことなのかっていうことをね、考えてみると意外とね、知識が、ね、身につきやすくなると思いますよ。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。